V チャンネルリバーサテライトスタジオ505。はい、さて今週も始まりました土浦カルチャンネル。今年最後のカルチャンネルとなる今回は市民ギャラリーがお送りいたします。今年もいよいよ残すところあとわずかとなりました。土浦市の文化の話題をお伝えする土浦カルチャンネル、お伝えするのは市民ギャラリー職員の若田部と内田です。はい、よろしくお願いいたします。はい、では内田さんよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。ではでは番組を進めてまいりましょう。本日は大きく3つの話題に分けてご紹介させていただきます。まず1つ目が現在開催中の展覧会からご案内、2つ目が来月開催予定の展覧会からピックアップしてのご紹介、そして最後3点目といたしまして、今月の末より開催予定の収蔵美術品展昔の写真土浦ふるさとの明治大正昭和、こちらについてのご紹介です。それでは1点目の話題、現在開催中の展覧会のご紹介を若田部さんお願いいたします。はい、はい、では次をお願いいたします。はい、はい、今週は22日の日曜日まで土浦市小中学校児童生徒美術作品展と第40回子ども図画作文習字展、2つの展覧会が開催されています。こちらの土浦市小中学校児童生徒美術作品展では、学校の図工美術等の時間に制作された作品が展示されています。少し中を覗いてみましょう。はい、次をお願いいたします。はい、こちらが会場の様子です。どの作品もとても力強く生き生きと描かれています。こうした、素晴らしい作品に、構図云々言うのは、とても野暮なことですけれども、力強い構図で、もう対象にかける思いですとかね、楽しい学校生活が本当に伝わってまいります。続きまして、もう一つですね、こちらが第40回子ども図画作文習字展のポスターです。リコーダーを楽しそうに練習する児童の姿が実に鮮やかに描かれています。3人の児童を中心に据えつつ、細部まで描き込まれたこの画面構成もとても素晴らしいと思います。もう人物の表情も生き生きとしていて、この会場で直にご覧になっていただくと、この、数年前に土浦市、全小中学校に配置した、電子黒板ですとかですね、黒板の文字まで本当に緻密に再現されておりまして、そうですね、いやー本当に、もうこの、お子さん楽しい生活を送ってるんだろうなと、まあ、自分の羨ましくなっちゃいますね。学校生活を振り返って、なんか羨ましいな羨ましい思いがしてまいります。他にもたくさんの、素敵な素晴らしい作品が、ご覧いただけるかと思います。はい、ちょっとこちらも中を見てみましょう。はい、はい、こちらの方ですね、が、会場の写真です。はい、こちらは、若干この美術館的な仕様になっている展示ギャラリーという、落ち着いた感じの色調のお部屋になっております。ところでこの2つの展覧会、同じ児童生徒の作品ですが、小中学校児童生徒美術作品展は、学校の授業で制作した作品、対して子ども図画作文習字展は夏休みの宿題、からの展示ということで、その2つの違いについて見比べてみるのも楽しいかと思います。そうですね、どちらかにのみとお名前があったりするお子さんともいらっしゃいますので、はい、どちらも合わせてご覧いただければと思います。ぜひ合わせてご覧いただきたいですね。どちらも見ていただければ、はい、では2点目の話題に移ります。はい、1月開催予定の展覧会からピックアップして、もう一度片部さんすいません、ご紹介お願いいたします。はい、では次の画像をお願いいたします。はい、いやこちらも画像が素晴らしいですね。いいですね、いやもうね本当に素晴らしい。でこちらですね、こちらの展覧会吉田正雄の世界展2が令和2年1月19日日曜日より1月26日の日曜日まで開催されます。市の収蔵美術品としても数点
所蔵されている土浦市出身の作家吉田正夫さんは、神話や多様な生物植物等をモチーフにエキゾチックな表現で数々の素晴らしい絵画、版画、彫刻を制作されました。はい、次チラシ、裏面の方お願いいたします。はい、吉田さんは1954年19歳の時に二科展に全国最年少で入選。華々しいスタートを切ると、その後フランスはパリへ渡欧、さらに晩年はバリ島での彫刻に触発され、多彩な彫刻をプロデュースされるなど、とても精力的に活動なさいました。今回の展覧会は没後の1999年に県立筑波美術館にて開催された吉田正夫の世界展に続く2回目の展覧会で、初期から晩年に至るまでの作品を3部構成で展示するものです。油絵、版画、作品集などの販売もあるとのことですので、ぜひご覧ください。入場料は無料となっております。前回が1999年開催ということですの です、ね、前回からちょうど20年ぐらいでの開催となりますね。楽しみです。はい、では吉田正夫さん収蔵美術品のエスニック光画像をお願いいたします。こちらの作品ですね、はい、とても大変エキゾチックで迫力のある作品になっておりまして、うんうん、こちら当館の収蔵品なんですけれども、はい、昨年度展示した際にはとても評判の良かった作品ということで、はいはい、こちらのエスニック光、150号という大きさで、幅1m50cm、高さ2m50cm という、とても大作となっております。展示をする際もその重厚さに、我々打たれながらの展示でした。他にも市の収蔵品としては、こちら次お願いいたします。市民会館に、展示されておりますレダ等3点の、作品を所蔵しております。現在は市民会館の改修工事に伴い、こちらレダの作品等はご覧いただけませんが、工事終了後はまたご覧いただけるようになりますので、ぜひどうぞ。はい、また、その他にもですね、視聴者のあるうらら1、5階の県南障害学習センターの壁面に常設されている、木の彫刻、次をお願いいたします。こちらですね、はい、こちらですね、5階、ご覧になったことのある方も多いかと思います。非常に大きな、作品でありながら、細部も本当に緻密に、彫り込まれた、すごい作品です。はい、大梅桜と梅ですね、歌う、という作品ですね。その他にも、茨城県庁の25階の展望フロア、には語らいの森という、これもまた、大作が展示されていたり、それとは知らずにご覧になっている方も、多分すごい多いんじゃないかと思います。そうですね、私も最近まで知らなかったので、結構知らない間にご覧になっている方もいい作品なのかなと思います。そうですね、と繰り返しのご案内にはなりますが、はい、こちら吉田正夫の世界展2は1月19日の日曜日から26日翌週の日曜日までの開催となります。はい、ただし1月20日月曜日につきましては市民ギャラリーが休館日となりますので、お休みの日となります。お間違いのないようお願いいたします。入場料無料ですので、ぜひぜひ足を運んでご覧になっていただければと思います。いやー、これだけの展示を無料で拝見できるというのは本当にすごいことですね。そうですね、我々職員としてもとても本当に楽しみですね。展示となっておりますので、はい、本当に楽しみにしております。年明けの、はい、一大イベントに。そうですね、かな、はい、ですかね。それでは時間も差し迫ってまいりました。はい、本日最後の話題、はい、来週と12月の24日火曜日ですねより開催予定の収蔵美術品展、昔の写真土浦、ふるさとの明治、大正、昭和、こちらのご案内を片部さんお願いいたします。はい、では今後ろに、ありますね。はい、こちらの展示は平成2年の、市政施行50周年、記念時に発行された写真集、昔の写真土浦、こちらの
写真集ですね、はい、こちらを元に、土浦の写真を、明治大正昭和期のものをパネル展示するものです、はい、2部構成と、なっておりまして、会期はそれぞれ第1部が12月24日の火曜日から2月2日の日曜日まで、第2部は2月4日火曜日から3月11日水曜日を予定しております、同じ場所を撮った現代の写真と、また絵画に描かれた、郷土の、作品ですね、こちら収蔵美術品の中から合わせて展示いたします、我が町の越方行く末を、思いを馳せる、きっかけとなれば、幸いです、はい、内容の一部をご紹介しますと、水害、土浦港と川口川、生産、風俗等12の章立てでご紹介する予定です。第1部の内容について少しご紹介いたします。次をお願いいたします。こちらは水害の章の写真です。この秋は各地で深刻な台風被害が発生いたしました。ですが桜川河口の三角州に発展してきたここ土浦市も古くから洪水との戦いの歴史でした。かつての写真を通して水害の歴史を振り返ることができればと思います。ちなみにこちらの写真は大和町駅前通りの常陽銀行駅前支店付近の様子です、うん、はい、この急ごしらえの、はしごでですね、2階から出入りしている、様子が見受けられます。すごいですね。いや、すごいですね。こんな風に本当にちょっと前ですよね。そんなものすごい昔というわけでもなく、こう、こんなに大水害が頻発していたというのは、はい、驚きですね。本当に驚きです。はい、はい、続きまして、はい、こちらは土浦港と川口川の章です。町の中心を流れる川として水郷土浦の情緒あふれる風景であった川口川、昭和30年代に高度成長期を迎えると水運は急速に衰退していきます。こちらは昭和11年頃の川口川の様子です。写真、奥の方がですね、現在の土浦駅のあたりだそうです。こちら側ですかね。そうですね、はい、では続きまして、はい、こちらですね、こちらは生産風景の写真です。明治以降高度成長期に入る昭和30年代までは耕運、整地から収穫まで農業はすべて手作業で、土と汗にまみれての重労働でした。この写真は、昭和5年頃の、写真ということです。もみすりの様子ということですね。このほかかつて盛んだった養蚕業の写真なども展示いたします。続きまして、こちらが、はい、風俗の、写真ですね。衣食住等の、生活風俗についてご紹介いたします。画像は大正時代のオートバイの写真。当時は欧州系のトライアンフとアメリカのインディアンハーレーが輸入され、商店の外交灯に、使われていたそうです。このコートにカンカン帽も実にね、このダンディで、いや、もう当時のもうダンディズムというか伝わってきますね。そうですね、こういった格好が似合うような大人になりたかったんですけどね。まあ、私はちょっともう無理なようですが、まだまだもうこれからじゃないですか。いや、でもこれでこんないでたちでこうもう営業に来られた日にはもう黙って反抗しちゃいますね。ポンってなっちゃいます、ね、中身見ないで、中身見ないで中身は見ないとダメですね。中身見ないとダメですね、はい、ご注意ください、はい、ご注意ください、はい、失礼いたしました、まあ、このような、まあ、当時の、ね、日常が忍ばれる、様々な写真を展示する予定です。はい、はい、また、2月4日火曜日から3月11日水曜日の第2部では、次をお願いいたします、うん、こちら明治洋画界、重鎮の熊岡義彦、土浦天使市場直視御左遣の図ですね、はい、
も市民ギャラリーでは初めて、展示する予定ですのでぜひご覧ください。はい、はい、第2部ということでこちらの作品は2月からの展示になりますので、はい、ちょっと先の話にはなるんですけれども、はい、皆さんお楽しみにいただければと思います、はい、こちらも本当にねすごいもう重厚でいい絵なんですよ。そうなんですね、はい、もうお見せできるのが、もう楽しみです。今か今かと、はいはいはい、そんなわけで、まあ、あっという間でしたね。そうですね、はい、本日も大変盛りだくさんの内容でお送りいたしました、はいはい、もう本当に毎回なんですけどもう喋り疲れてお疲れ様です。もう顎がもう上がらない感じですけども、はい、はい、残念ながらお時間がこのあたりで終わりのようです、はい、では、本日、そしてあの今年最後のカルチャンネル、となりました。はい、お送りしたのは土浦市民ギャラリーの若田部と私内田でお送りいたしました、はい、本年はこの放送で最後となりまして、はい、年明けのカルチャンネルは来年1月の9日上高塚いすかさんからお送りする予定となっております。ありがとうございました、はい、どうもありがとうございました。